とも後半に入り、バトルはますますヒートアップしています。第5回戦です。おっと、これは外れ。さあ、熱いバトルが展開されております。おっと、火炎放射だ。よし、あっと、ガンきたか。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでメタモンの登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。激しい攻撃、激しく当たった。おっと、変身した。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ステミタックル、よし、当たった。おっと、ダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでルージュラの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。いったー、一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。トーナメントも残り少なくなってまいりました。第6回戦です。バトルの姿勢に移って、おーおーっと、ポケモンの選択を誤ったか。おっと、毒々攻撃、相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。両者とも大健闘です。おっと、ステミタックル、ダメージは大きいぞ。おっと、ヤドリギの種、よし、当たった。体力の差がついております。激しい攻撃、よし、カットダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでガルーラの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。さて、さあ、これはいい感じの当たり。さあ、今度は
激しく当たった。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。勢いのある攻撃、大きなダメージ。あーっと、何をやっている。ダウンだ。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここで風鈴の登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここでサイコキです。急所を捉えた。あーっとガッツ来たか。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでサンダースの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1。緊迫した戦闘が続いています。この攻撃、強烈な一撃。あーっと一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。セミファイナルバトルです。ここまで勝ち上ってきたからにはもう負けるわけにはいきません。さあ手始めに、よーし、ヒッ。おっと毒々攻撃。さあ毒で少しずつ弱らせる。白熱したバトルが続いております。この攻撃、激しく当たった。おっとモノマネをしました。かたやまだ余裕しゃくしゃく、かたや疲れを見せております。おっと捨てるタックル、いい当たり。おっとダウンだ。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでザブトリオの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで猛烈な吹雪。おっとポケモンの選択を誤ったか。あーっと一撃で倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここで風鈴の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっています。これはどうだ。きつい一撃。これで打撃攻撃に強くなりました。両者とも大健闘です。ここで10番ボルトだ。よし、あーっとスカーク来たか。ここで試合終了。